永山電鉄九百0系電車。永山電鉄九百0系電車。永山電鉄九百0系電車は、九百九十七年、平成九年と九百九十八年、平成十年に、それぞれ二両一編成、合計四両が、向川車両工業で製造された永山電鉄の電車である。紅葉を見るために乗りに来ていただく車両をコンセプトに、外観、内装がコーディネートされ、 鉄道に詳しくない観光客にも親しまれる様、キララの愛称が付けられた。鉄道による旅の楽しさを追求した車両であることなどが評価され、1998年度の鉄道ともの回路レル賞を受賞している。1997年、平成9年6月に予定された京都市営地下鉄、カラスマ線の国際会館駅延伸により、通勤、通学定期見客が大量に、 カラスマ線に移行することが予想される中、対策として、沿線街からクラマ、木船などの沿線観光地に観光客を呼び込む、電車として構想された。紅葉を見るために乗りに来ていただく車両をコンセプトに、外観、内装を近畿車両デザイン室が取りまとめ、向川車両工業が製造を担当している。数種の外観デザイン案を検討の後、眺望を重視し、 平面ガラスを多用したデザインが採用された。二編成で、外観と装飾が異なり、901から902号車の編成は上半分メープルレッド、903から904号車の編成は上半分メープルオレンジ、両車下部はベージュで塗り分け部分にゴールドの帯が巻かれた。鉄道に詳しくない観光客にも親しまれる様、ガラスを多用した車体が水晶のようにきらめくことなどから、 キララの愛称が付けられた。通常は、永山本線宝ヶ池以北には、乗り入れず、倉間線系統の出町柳駅倉間駅間で運用されているが、行楽シーズンの臨時列車などとして、永山本線やせ比叡山口駅に乗り入れることもある。900系電車のデザインは、永山電鉄が策定した以下のコンセプトに基づき、近畿車両デザイン室が取りまとめている。 このデザインコンセプトとデザインは目的をクリアにし、それにできるだけ集中させることで完成度が高まる。未内健二、鉄道ファン通貫440号、P48 思想のもとに、紅葉を見るためにりに来ていただく車両として、眺望を重視し、乗ること自体が目的となる電車、もう一度乗りたくなる電車として、内外装のデザインが作り込まれた。 デザイン案には当時流行していたレトロ風なども含まれたが長く愛される電車とするためにどこかで見たようなものではなく真似をされるような展望電車としての独自性が追求された各種デザイン案の中から平面ガラスを多用し車体の上半分のほとんどがガラスで構成されるデザインが採用されガラスの面積を大きくするためボンディングと呼ばれる工法が用いられた 塗装色は、沿線の景色に映える色よりも、電車に乗り込む時に、乗客の気分を盛り上げるような色として、もみじを連想させる色が採用されている。内装は、女性の小グループ、子供を連れた家族連れをメインターゲットとし、座席指定者ではないため、座っても立っていても、出待ち流クラマ間30分程度の乗車時間で、濃密な乗車体験が得られる、容積。 車内レイアウトに工夫が凝らされた。鉄道に詳しくない観光客にも親しまれる様、水晶のようにきらめくガラスを多用した、車体、紅葉の木漏れ日のきらめき、沿線にある、きらら坂を合わせ、京都らしい柔らかさを表現するひらがな表記で、きららの愛称が付けられた。車体は普通構成溶接構造とされた。客室内からの眺望を重視するとともに、 ガラス張りの電車であることをアピールするため正面には運転台上部までガラスが張られた。正面窓内に電動式の行き先方向膜が備えられ、倉庫に一体のケースに入った全照灯とフォグランプが設置された。正面下部には映山電鉄で初めてスカートが取り付けられ、スカートと車体の間に LED 光源の微灯が取り付けられた。運転台部分は運転士保護のため6。 ミリメートル圧の後半が使用された。車体側面は左右で異なる構成とされ、2両の車体はほぼ同一のものを反転させて背中合わせに連結した。窓に向いた座席が設けられた進行方向右側は窓柱を極力細くした連続窓に見える固定窓とさ、運転台向きに固定された一人掛け座席が並ぶ。 左側は2枚ごとに1枚に見えるよう処理された1枚、加工式となった。どちらの側面も屋根剣部に、電動式カーテン付きの点窓が設けられた。客用扉は、車椅子での乗降を考慮した幅1050ミ、mm、リメートルの、片開き片側に扉となり、鉄橋や渓谷などを通過する際に、スリルが楽しめる、よう、扉下部にも窓を設置した。 車端部はつまに回り込む曲面ガラスで構成され、後部展望室としての機能を果たしている。塗装色は、沿線の風景に溶け込むものよりも、電車に乗り込む時に乗客の気持ちを盛り上げるものが採用され、紅葉をモチーフとしたものとされた。二編成で、外観塗装色が異なり、901から902号車の編成は上半分紅葉の森をイメージしたメープルレッド。 903から904号車の編成は、上半分紅葉の初期をイメージしたメープルオレンジ、両車下部はベージュで塗り分け部分にゴールドの帯が巻かれた。側面中央コシータブに、永山電鉄電灯の車両番号1を模した、楕円形のキララロゴ名板が取り付けられ、ドア横にはロゴを配したステッカーが、正面倉庫には、もみじの葉の形をしたステンレス板が貼れている。 室内床面は濃いワインレッド、壁と天井は明るいグレーとされたが、ギラついて、眺望を損なわないよう艶が抑えられた。着席しても立っていても眺望が楽しめる、よう、運転台後部仕切り壁の窓は極力拡大された。座席も外観同様、独自性が追求され、自動車用の知見を盛り込んだ上で数回の試作を経て、緩い S 字型の背もたれを持ち、 背もたれ上部も半円形に仕上げられた形状が採用された。座席を持てぬのは木の枝をモチーフとした紫系のジャガード式が採用された。通勤通学輸送への考慮と車内のアクセントとなることを目的に赤色の大型の手すりが背もたれに取り付けられた。座席のレイアウトは進行方向を向かって左側が1列、右側が2列を基本構成とし、 一列のものはすべて運転台向き、二列のものは二組のボックスシート、八席の窓向きの座席、二席の運転台向きの座席が配置された。運転台と反対側の客用扉から連結面側には座席は設けられず、チャットスペースと呼ばれる、総下部に人造大理石のテーブルが設けられた、車椅子スペースを兼ねた立ち席スペースとなっている。 運転室は、悲観通前室式とされ、従来車より 150mm 前後寸法が、拡大されたが、基本レイアウトは従来車に準じている。乗務員扉も、従来車同様引き戸である。前面窓は、熱線吸収ガラスとされた。奇数番号車に2両分8個の主電動機を制御する、東洋電気製造、以下、東洋製。 発電そもそも即ブレーキ付け電動カム軸式、アッコット FM353 から 777G 種制御機が各社に東洋製 TDK-8565B 種電動機、出力 53kW、端子電圧 150V、定格電流 410A、回転数 1280RPM が搭載された。主電動機は、 京半600型が昇圧時まで使用していた副、副管式 TDK-8565A を直巻式に巻き直したものである。制動装置は800系電車と同様、ナブコ製の電気指令式ブレーキが採用された。台車は干渉後無式軸指示の近畿車両成 k D-232 を採用、A 山電鉄発のシングルアーム式東洋製。 p t 七千百二十四、a パンタグラフが奇数番号車に2個装備されている。空気圧縮機は八百系と同じ系フから購入した容量千五百九十リットル分の HB-1500B が偶数車消火に搭載された。冷房装置は七百系、八百系と同一で容量15.1キロワットの東芝製プ30442機が 車体中央の屋根上に補助電源装置は容量44区場の静止系インバータが偶数番号車の床下に搭載されいる。補助電源装置は計半600系の昇圧で不要となったものを改造して使用した。900系は全車が制御電動車でお900系である。では、電動車をおは大型車を指す略号であり。 形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせたものである。1997年、平成9年6月に、京都市営地下鉄、カラスマ線が国際会館駅まで延伸され、通勤、通学定期見客が大量に、カラスマ線に移行することが予想される中、沿線街から倉間、木船などの沿線観光地に観光客を呼び込む、電車として900系が構想されている。 901から902号車の編成は1997年、平成9年10月4日に竣工し、同日に出町柳駅で倉間寺館長などが出席して、出発式が行われている。大体としてデオ6 0 0系6 0 5 6 0 6が廃車された。903から904号車の編成は1998年。 平成10年9月20日に竣工デオ6 0 0系6 0 1 6 0 2が代替として廃車された。鉄道による旅の楽しさや快適性を追求した車両であることなどが評価され、1998年度の鉄道ともの回路レル賞を受賞している。一部の区間運転列車を除き、出町竜倉間間で運用されているが、水曜日、木曜日は、 定期検査のため一編成しか運用されず、紅葉シーズンの再販房機を含み、平日、休日とも20時前後までには二編成とも入庫する。観光シーズンの臨時列車などとして、永山本線や瀬比叡山口駅に乗り入れることや、出版社との共同企画で、ヘッドマークなどの装飾を施して運することもある。登場時にマスコミなどで多く取り上げられ、 運転時間の問い合わせが多かったことなどから、A 山で演鉄は900系の運転時刻を公開している。紅葉シーズンに二軒茶屋にのせの、もみじのトンネルを通過する際は助行運転が行われるが、歓声や拍手が起こることもある。毎年10月22日に行われる、クラマの火祭りの際は、キララに乗客が集中することを防ぐため、 夕方以降の運転時刻が公開されない。キララ登場当初は輸送力が不足する懸念から、900系は、飛祭り輸送に用いられず、700系二両連結が代わりに、出町流倉間間の列車に投入されていた。2004年、平成16年1月から900系を含む、安馬線の二両運転の列車は原則として、ワンマン運転となった。2016年、 平成28年3月16日から、永山電鉄で IC カード式乗車券の利用が可能となったこと、合わせ、運賃収受器と運賃表示器が対応したものに変更されるとともに、整理券発行機が撤去されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。